はい、皆さんこんにちは。今日もライトイヤーフロンティアやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回鉄の方を鉱石取ってきたんですけど、鉄のインゴットの仕方がわかりませんでしたが、こちらグラインダーの方でですね、石の粉末を作って、取ったらですね、出てきましたね。こちらの炉の方が出てきましたので、おそらくこれで作れると思いますので、こちらの方を立てていきたいと思います。とりあえずどうしようかな。ここに作っておきましょうかね。必要なものは粘土と木材ということで、粘土は石の粉末から作ることができましたので作ってあります。よし、これで、鉄の延べ棒いけてますね。鉄の鉱石が2つと、あと石炭が1つ。石炭がここで使うのか。ということで、こちらの方をとりあえず作っていきましょうか。で、これで鉄の延べ棒が作れました。あとですね、グラインダーの方で、有害な胞子、時々胞子が降ってきたり、なんか泡が出てきたりするやつですね。あれから得たやつで、こちらグラインダーの方をかけて有害な胞子を作って、そこからパワースコアかなが作れましたので、作ってあります。ということで、これでパワーコア、こちらの方、ダメージの方が上げることができる感じですね。他はちょっとまだ鉄の方のインゴットを取ってみないとわかりませんが、まあとりあえずアップグレードできるやつだけ上げておこう。これでいける感じだと思います。あとは油、油あるな。カルトユーあるな。ラベッチの方がないので、カルトユーでこれでダッシュスピードの方もちょっと上げれそうですね。銅の方は作れると思いますのですぐ作ってしまおうか。あと5つぐらいあれば問題なしと。で、これをまとめてロボットにポイすれば OK なはずですね。これでダッシュが速くなると。よし、OK。はい、ちょっと見ていきましょう。ダッシュの方ですね。どれだ？これか。はい、こちらの方がアップグレードできました。続いては、まあ、ラベッジの方はもうちょっと育てつつ、やらないといけませんね。よし、一旦、鉄の方を回収しに行くか。初の鉄インゴットですので、それを回収しましょう。あ、こっちもう作る準備してあった。まあ、いいか。とりあえずこちらでインゴット出てきたかな。はい、出てきましたね。ということで、これで新しい建物、納屋、ここでできるのか。そして、新しい建築物でチェスト版、農場のアーチ、鉄筋、そして小さい小屋。新しい建物、小さい小屋って何だろう。とりあえずいろいろ増えましたね。まずこれで、大きいプロット。大きいプロット、そして、これが、入れ物かなんかかな？そんな感じですね。で、家の方は変わらずかな？で、これが置物関係ですね。フェンス、で、アーチ。で、こちらが、まあ、装飾品ですね。納屋の方はどこなんだ？家ではないのか。さあちょっと、これですね、納屋。内部で作る建築物の、効率が上がりますよということで、まあこれ、インゴット必要なのと、こちらは近くで取れるやつかな。これ、デモ版では結構早く作れたんで、すぐに作れるのかと思ってましたが、作るの遅くなりましたね。どうしようかな、こっち側に設置しようかな。設置できないな。これもかなりでかいんでね、置き場所を選びそうな感じにはなっています。まあ、ゆっくりとこちらの方を建てていくか、それとももう建ててしまうかなんですけど、畑からちょっと見えるまっすぐな位置あたりに1個建てましょうかね。できるだけ奥、ポリベリーがあるからかな。これちょっと一体取ってみよう。回収して、ここに建てれるかですね。いけるかな？畑からまっすぐ行ったところぐらいに、ちょっと拠点を移す感じにしていきましょうかね。なんか、
動物さんいますが、ここらに立てて、あ、立てれなかった、立てていきたいと思います。それとまあアップグレードもちょっとしていきながら、うん、また新しいところもちょっと見に行きましょうかね。よしよし、これで OK。 材料の方は延べ棒が4つ、あ、そして箱が遠くなったせいか、ちょっと、自分で持ち歩かないと、いけなくなりましたね。またこちらも入れていきたい。はい、これで立てれるかな。全部こっちの方に移動したい感じですね。よし、はい。あとなんだ、鉄の延べ棒か。鉄の延べ棒が必要ですので、しばらく待ちましょう。さあではですね、こちらの方まだ鉄のインゴット時間かかりそうなので、もう一個ですね、作っていた炉の方を開放しました。でガラス系多分作っていくことによって、あれ、レンズからコアだったっけな、レンズかな、なんかが作れるのではないかなと思っています。でとりあえずここでアップグレード見てみましょうかね。必要なのは赤いレンズなので、これが多分赤いガラスを使ってやるやつなのかなと、思いますので、まあ、これを作っていきましょう。鉄のパーツ、あー、どっちみちいっぱい必要ですね。石炭と鉄はもっと取ってこないといけないと思うので、まあしばらく出来上がるまではちょっと取ってきたりしていきましょうか。さあ、赤いガラスの方ができましたね。これからやっぱりレンズの方ができるということで、レンズの方は赤いガラスとラベッジの油があればできますね。よしよし、これでいろいろちょっとパワーアップできます。それと鉄今ゲットしましたので、これで納屋の方ができて、ここに入れると作業効率が上がるよと。いうことですので、まあ、徐々にこっちに作業場の方は移してきましょうかね。まあ、おそらくこういう、グラインダーとかは無理かもしれませんが、まあ、搾油機とか、そういうなのは持っていけば、効率が上がるのかなと思います。では、まあ、ちょっと、レンズ作るためのガラスの製造にしばらく時間がかかりますので、しばらく待ちましょうか。さあではですね、こちらの納屋の方にいろいろと物を移してあります。まあ、インゴットと、今、透明なレンズの方を作るやつを作っていますね。で、こちらでは、まあ、鉄のパーツの方をちょっと作ろうかなと思っています。まあ、ちょっと、油の方が足りなかったので作らないといけませんが、まあ、とりあえず、作っていきましょう。それと、まあ、野菜の方もしっかりと植えていかないといけませんので、まあ、こういうのをしっかりと育てていきましょうか。で、大きいやつに徐々にちょっと変更していきたいかなというふうに思っています。では、作れるやつからとりあえず作っていこうかな。赤いレンズの方が5個で大丈夫かな。まずはどれだ？まずこれ赤いレンズだけで作れますので、まずこれをいきましょう。よしよし、これで OK。あとは、こっちは青いレンズを作らないといけないと。で、こちらはアルミニウムのエレクトリックスと透明なレンズか。ということで、いろいろと作っていかないといけませんね。まずこれが1個必要。で、2つになりましたかね。これらはロボット乗ってこないとダメかな。さあ、全部突っ込んでいきましょうか。トーンと。で、あとは鉄のパーツが必要。鉄のパーツは作れない。あ、油がめちゃくちゃ必要なんですね。それと、あと銅を作っとかないといけませんので、これもちょっと作っておきましょうか。あ、ロボット乗ってこないといけないな。さあ、ちょっとこちらの方を作ってと。あ、もしくはこの棚の中に入れればよかったかな。はいはい。ということで、油の方はどれぐらいだろう。あと何個あるんだ。今、6個しかできていませんね。あと1個パーツがない。そして、あとは鋼鉄のエレクトロニクスか。これは作れるのかな。
鋼鉄はまだ作れませんね。ということで、レンズ、青いレンズがあってもどうしようもない感じか。はい、ということで、鉄のパーツできるまで少し待ちましょう。さあ、では、鉄のパーツできましたので、もう一個ですね、パワーアップさせていきましょうか。あ、一応これもできるのか。まあ、種だからいらないかな。どれだ？これ、あ、これもいけな、レンズ作ればいけますね。さあ、これを作っていきましょう。よしよし、これでホースのパワーが、一つ増えたのと、あとはレンズが3つあれば、まあ、射程が伸びるといった感じですね。赤いガラスが足りないのか。まあ、赤いガラスは作りつつ、いきましょうか。よしよしよし、これでとりあえずホースのレベルは上がりましたので、1個いけそうですかね。よし、ここ、石炭がやばいな。石炭がもう全然ない。赤いガラスの方をちょっと作っておきながら行きましょう。で、パーツの方が、あとは、これ射程なんで特になくても大丈夫かな？より強力な粘液を流せるということですので、一旦これで、どっかあったよね、確か。ローランド平原かマウンテンサイドの方が、確かそういうのがあったと思うので、まあちょっと見に行きましょうか。それと、電波塔の方にもちょっと行ってみましょう。電波塔はどこだ？マップでは見れませんが、一応、いきなり転んだ。場所はわかりますので、まず電波塔に向かって、イベントの方もちょっと進めましょうかね。他は大丈夫かな？まだまだ作れるものと作れないものはありますね。バッテリーとかもまだ作り方はわからないけど、まあそのうち作れるようになるでしょう。そして移動速度かなり速くなりましたね。スピードアップしたおかげでかなり歩くのが楽になりました。よしよしよし、これで OK。場所的にはどっちなんだろうな。新しい場所に突っ込んでいく感じかな。これは、あれか。アルミニウムですね。アルミニウムはいいから、石炭関係ないのかな？石炭関係なさそうか。まあ、せっかく来たんで、ちょっと取っていきましょうか。よし。いらないものは、レンズ持ってきちゃった。レンズ置いてくればよかったですね。重さが90までしかいけませんので、とりあえずこっちで、この上をどっかから登っていかないといけないんだな。木を切るか、もしくはこっちから登っていきましょうか。よし、さあ、そして、まっすぐかな？どんどん行きましょう。あ、でも、道がない。ここは現在は、そうか、新しいエリアか、やっぱり。少し向かうだけ向かってみましょうかね。さあ、イエローフォレストの結構奥まで来ましたね。ここか。ちなみにこれはまだ吸えないですよね。あ、吸えるのか。イエローフォレストももうこれ、開拓できそうですね。なるほど、なるほど。まあ、とりあえず、まずは目的地の方に行ってきましょうか。ここが信号キャッチするのに良さそうですよと。はい、エリアをクリアする必要があると。はい、まずこれと、で、ここを開放しないといけませんので、ちょうど掃除機はあるけど流せるのかな？ちょっと掃除してエリアを開放できるかやってみましょうか。めちゃくちゃいっぱいあるな。とりあえず近くから行きましょう。奥もありますね。よし、バキュームの威力はちょっと強くなってるので OK。こっちの方は、あるな。しかも水も流すやつがあるけど、こいつでいけるか？いけますね。OK。で、こっちはないですね。やばいな。早すぎる。スタッシュがかなり速くなってますので、大変ですね。これ水が湧いてるので、これぶっ壊せば水ゲットできますかね。吸っていきましょう。OK。やばいやばいやばい。で、あとはやっぱり雑草取りだな。
右の方にもなんかあるかもしれない。もうちょっと見ていきましょうか。なければ OK ですが、あると嫌なんで、ないですね。OK。なら下の方、どんどん行きましょうか。まだ 19% なので、めちゃくちゃ量があるのかな？さあ、ここも取っていく。25%。雑草がひどいんだな、ここは。わあ、気持ちいいぐらい取れる。よし。いやー、こっちの通路にもありますが、奥にもあるんですよね。めちゃくちゃあるな。よし、これでだいたい一面取れたかな。で、青い花もあるけど、取れましたね。で、42%。いやー、まだこっちの下の方にもあるのか。すごい。めちゃくちゃある。ちょっと待って。マップを見ながら行った方が良かったかもしれないですね。現在がイエローフォレストのちょうど中央部分なので、まだまだあってもおかしくはない。でこっちですね。 100% と言っても、全域にある全て取らなくても途中で 100% にはなりますので、まあ問題ないかな。はいはい。で、何が重い？雑草ですよね。ということで、こいつを捨てよう。こいつはまた今度にしましょうかね。で、72%。奥の方にまだ赤もやがかかってますので、覗きに行きましょう。よし、さ、雑草集め。いや、いっぱいだな。これもか。このなんか骨みたいなやつも回収していくところなんですね。よし。さあ、わあ、すごい、すごい。めちゃくちゃいっぱいある。一気に取れます。で、ここも行く。はいはい。これで91。もうちょいだな。さあ、これ取って、あ、反対側にまだめちゃくちゃあったので、それを取れば 100% いけるでしょうか。さあ、こっち側にあるやつ取っていきましょう。わあ、100% いきましたね。OK。はい。ということで、これでどうなんだろうな。一日迎えないとダメなのかな？ちょっとまだわかりませんが。まあ、もうすぐ夜も明けますので、ちょっと待ちましょう。はい。日がまたぎましてね。イエローフォレストの方が回復できたと。お、青いやつか。これで、青いやつの粉が作れる感じかな。さあ。そしてこれもあと2つ。ついにエリアがあと2つになりましたね。解放されてあと2つで、この中に入れるのか開くのか分かりませんが、できるようになります。さあ、そしてここですね。電波塔を作ると。うわ、パーツ持ってこないといけないのか。木の方は入りますが、あとはアルミニウムの、これつけとくかな。これは、あれできないのか。ミッション化はできないんですね。アルミフレームの、こちら製のフレームが5に、アルミニウムのエレクトロニクスが3つ、あと銅鉱石が8あればできますので、まあこれは次回ちょっと持ってきたいと思います。で、今はとりあえずこちらにある少し素材の方を取っていこうかなというところですが、荷物がなめちゃくちゃ多いんですよね。まあ、ブルークリスタルをいくつかぐらいは持って帰って、あとはまた次回来た時にでもやりましょうかね。よしよし、これで多分粉の方は作れるはずですので、よし、これで OK。上の方には鉄かな？なんかありましたね。鉄ですね。ここ鉄も取れるのか。よし、OK。で、いいわ。まあ、クリスタルがでかいね。バッテリーとかの作り方もまだわかりませんが、まあ、こういうのを拾っていって何かできるのではないかと思います。はい、ということで、まあ、今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやりたいと思います。次回までに一応パーツだけは作っておこうと思いますので、次回はまず電波塔の建設から始めていきましょう。それでは皆様ありがとうございました。
you